朝鮮半島における軍事境界線とは陸上において大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国との実効支配地域を分割する地帯のことである。あくまで実効支配地域の境界線であり国境線ではない。これは両国が主張する領土が朝鮮半島全域及び島し部とするもので互いに一致していることと 公術の急戦状態とが関係している。朝鮮戦争の急戦ラインであり、1953年7月27日の朝鮮戦争急戦協定により発行した。軍事境界線の周囲には、南北に幅約 2km ずつの非武装中立地帯が設定されている。また、韓国においては、北緯38度線付近にあることから38線と、 呼ばれることが多く、日本においては38度線と言及されることがある。この境界線は海上にも延伸しており、北方限界線と呼ばれるが、韓国側と北朝鮮側で主張するラインが大きく異なり、紛争がたびたび起きている。第二次世界大戦に敗れた大日本帝国は1945年、日韓併合以来の朝鮮半島の統治権を失った。 その後勃発した朝鮮戦争以前は大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国の境界はソ連とアメリカの分割占領線である北緯38度線ちょうどに設定されていた。しかし朝鮮戦争がこ着状態のまま急戦に至ったため西海岸では北朝鮮が38度線の南に食い込み東海岸では韓国が北に食い込む 形の線となった。その結果、朝鮮戦争以前は大半の地域が南側であった海上と、公海道の海岸線付近は北側となった。一方、関温度中部は北側から南側に属することとなった。共同警備区域内の軍事境界線北朝鮮側から見た写真。向かい合って立っている二人の兵士の間にあるコンクリートの帯が、 軍事境界線。奥の建物は、韓国側の自由の家、板門店を挟んで、北朝鮮側にある宣伝村、黄色にある高さ160メートルの国旗形容島。韓国側の宣伝村、大浄堂との間で、かつて国旗形容島の高さの競争が起こった。南北が実務協議を行う場所は、軍事境界線上にある共同系備区域内、板門店にある、 軍事停戦委員会本会議場である。共同警備区域は、軍事境界線を挟んだ非武装中立地帯を、例外的に南北が共同で警備する区域として、制定されている。そのため、軍事境界線の真上に、建物が建てられている、唯一の場所である。以前は、この共同警備区域内では、南北の兵士は自由に往来が可能であった。 しかし1976年にこの区域で軍事衝突事件が発生したため、以降は共同警備区域内においても軍事境界線の厳格化が行われた。軍事境界線は南北を分断する境界そのものではあるが、それ自体は鉄条網などで厳格に封鎖されているわけではなく、単純に境界を示すコンクリートの段差、杭、看板などがあるのみである。 軍事境界線の南北には、韓国、北朝鮮双方の領土へ、幅約 2km 程度の非武装地帯が設定されている。非武装地帯の総面積は903平方キロメートル。北朝鮮側の非武装地帯の面積は478平方キロメートル。韓国側の非武装地帯の面積は425平方キロメートルである。 非武装中立地帯と民間人出入統制区域を隔てている南方限界線及び北方限界線は南北双方が急戦協定違反を理由に軍事協会線側に押し出したため現在では DMZ の幅が300メートルまで狭まっている箇所もあり幅が4キロメートルのままのところは珍しい状況にある ごくわずかの地域を除いて一面に地雷が付設されているため通行は実質不可能である。DMZ に付設されている地雷は北朝鮮側が約80万個、韓国側が約127万個で合計207万個程度と推測されている。そのため半世紀以上にわたって人の寄りつかない場所となったことから自然が豊富であり、 渡り鳥が翼を休める野鳥の楽園と化している。韓国軍と朝鮮人民軍がスパイや工作員の侵入を定期的に監視しているが、地雷原を渡る亡命者も年間数人はいるという。両軍の間で銃撃戦が発生することも数多く、1960年代から1980年代にかけては、ほぼ毎年死傷者を出してきた。 休戦協定の第1条第10項の規定によって民政と救済のための警備要員を南北双方が1000名ずつまで非武装中立地帯内に立ち入れることになっている。このため両軍とも監視証書を立てたり潜伏石項を入れたりしている。2020年6月16日韓国にいる脱北者による北朝鮮政権批判のビラを飛ばしたことに対する 報復行動として、朝鮮人民軍総参謀部は DMZ への軍隊の再進出に向けた手続きを進めると警告した。民間人出入統制区域は、非武装中立地帯に沿って南側に設定されている一般住民の立ち入りを規制する区域である。朝鮮半島だけでなく、軍事境界線に近い島でも設定されており、墨島のように、 島全域が設定されている例もある。民間人出入統制区域と一般区域との境界に民間人出入統制線があり、民党線と略して呼ぶこともある。この区域は韓国側が自主的に設けている地域であり、非武装中立地帯の外側であるため、韓国陸軍部隊が駐屯している。また朝鮮戦争休戦前から土地があるなどの理由で、 特別に居住している住民も存在する。1980年代から、主に退役軍人らが開墾を初めて入職した、トンデン兵のような場所もある。民党船を越えて、区域内に入る場合、多くは限られた、ルートのみであり、入域には検問所での手続きが必要である。区域内に居住している住民、軍人などの関係者以外は、厳格に指定された。 観光用ルートのみ、事前手続きをもって入域することが可能である。民間人統制線を越えて北側に続く、警備線。鉄条網が分断の現実を物語る。右側の橋脚は、日本統治時代に建造された、旧登り線のものであったが朝鮮戦争時に破壊され、現存しているのは、支柱部分のみであり、かつてここが、 伏線の大道脈であったことの痕跡を示す、イノシシツ、金剛山を結ぶ国道7号線と、東海北部線の線路日本統治時代の、朝鮮においては、現在軍事境界線となっている線をまたいで、景義線、軽減線、金剛山電気鉄道、東海北部線といった4本の鉄道が存在したが、いずれも、第二次世界大戦後の南北分断と、 朝鮮戦争の戦火の中で運行が停止された。このうち、混合山電気鉄道は、営業が再開されることなく、事実上廃線となり、東海北部線は後に、韓国側の区間が、書類上再開業をしたものの、営業されず1967年までに、全線廃止。軽儀線、軽減線は復旧したものの南北に線路が、分断された状態となった。 廃線となり、半世紀以上放置された、路盤跡は衛星写真などで確認できる。その後、韓国側では、線路分断地点に、鉄馬は走りたいといった南北を結ぶ鉄道の再開通を願う看板が置かれたりしていた。京府線と並んで、ソウルと満州、中国を結ぶ朝鮮半島における大動脈だった、京義線は、 民間人出入統制線の横たわる林信港の手前で分断されていたが、2000年の近大中、近小日両首脳の南北首脳会談によって、経備線再連結工事の構想が持ち上がり、続く当事者会談によって、正式に連結作業が合意された。南側の経備線は、2001年に林津江駅まで、2002年に民党線を越えて、 境界線近くの宮古ラザ駅まで延伸し、2003年より北側の海上まで再開通させるための工事が行われた。この工事中、分断当時の線路やタブレット閉塞機が発掘され、一部が資料館等で展示されている。2007年頃、海上では海上工業地区の造成が進み、韓国企業の工場で北朝鮮労働者が働くようになっているが、 南北鉄道の連結は工事こそほぼ終わっているものの、北朝鮮の軍部の反対もあり頓挫した状態であった。また、東海岸ではもう一つの南北連絡鉄道である東海線の再開通工事が行われており、北側の金剛山地区では、韓国企業の現代による観光開発が行われ、陸路、海路で、 韓国人が北側へ入ることができるようになるなど、2000年代に入ってからは、軍事境界線が少しずつ解放されてきている傾向がある。最終的に2007年5月17日、京畿線では56年ぶり、東海線では57年ぶりに、軍事境界線を越える列車が試運転された。軽減線では、2012年11月20日に、韓国側の路線が、 従来の終着駅である新丹里駅から北へ約 5km 延伸され白馬高知駅が新たに開業した。また2015年8月より民東セミ北の月里駅までさらに延伸する工事が開始され2017年までの竣工を目指していたものの2016年6月に工事が凍結され開業時期未定となっている。最終的には 北朝鮮側の線路ともつながる予定だが、現段階では北朝鮮側の承認が得られていない。朝鮮戦争以降、軍事境界線を越える道路は長らく存在せず、南北の往来は反門店を通じて行われた。その後、南北交流の進展により、南北を結ぶ道路の建設が行われ、宮古羅山海上工業団地、イノシシツ。 混合山を結ぶ道路が、鉄道、南北出入管理事務所とともに整備された。通行にあたっては、あらかじめ通行できる時間が決められており、また時間ごとに、集団で通行するために自由に往来することは、できない。通行する際には、軍事境界線を境に、南北双方の軍用車両が警護にあたる。軍事境界線は、 朝鮮戦争の休戦条約に基づき陸上に設定されているが、海上には設定されていない。北緯38度線より北の公海上のいくつかの当初を確保していた国連軍側は、休戦協定発行後の1953年8月に北方限界線を宣言し、そこを事実上の境界としている。北朝鮮側はこれを黙認してきたが、 1999年9月に北方限界線の南方に海上軍事境界線の設定を宣言した。しかし、これは実行力を伴っておらず、韓国側が北方限界線の効力を保っているものの、侵入してきた北朝鮮艦船と銃撃戦が発生することがある。1948年5月、水豊かダムなど多くの発電施設を有した。 北側から南側への送電が停止された。このため、アメリカ軍から電源線を急遽派遣されるなど、南側地域の電力不足は深刻な状況であった。これ以降、南北相互の電力融通は一切できなくなっていたが、2003年6月より増生の始まった海上工業地区向けに限定した運用であるが、南側から10万キロワットの送電線を新規に、 付設し、韓国から北朝鮮への送電が再開された。朝鮮半島の南北を結ぶ、市外電話網の運用及び保守は、国際電気通信が行っていた。日本統治時代の朝鮮において、日本、朝鮮、満州を結ぶ、市外電話回線は重要であり、すでに1940年に、海底ケーブルを通じて、新疆東京間の直通市外電話回線が、 開通していた。無双化ケーブルにより接続された市外回線は朝鮮半島の各所に市内回線接続のための中継所が設けられていた。中継所は、富山、京城、平壌といった大都市だけではなく、信号増幅のため一定距離ごとにも中継所があった。終戦直後の1945年8月26日未明、 海上の北およそ60キロメートルほど離れた、現在の公海北道、平山郡にあった、同社管理の南川中継所に進駐した、ソビエト連邦軍が、市街回線ケーブルと、局内装置間にある、保安装置を撤去した。これにより、日本、朝鮮、満州を結ぶ直通市街電話回線が普通となり、南北の市街電話が分断することとなった。 現在では、海上工業地区と韓国を結ぶ電話回線が、付設されており、また南北間で特別な行事がある際は、ピョンヤンソウル間の直通電話が、臨時に設置される。日本統治時代の朝鮮においては、ラジオ放送を社団法人朝鮮放送協会が、京城の京城中央放送局からピョンヤン放送局などの北側地域に中継放送していた。 しかしながら1945年8月26日、進駐した赤軍により、北緯38度線を境目に、南北の放送用中継回線が切断され、南北の中継放送ができなくなった。なお、同日南北の市外電話回線も、普通となっている。以降、分断が、決定的になり北側地域の放送局は朝鮮中央放送、 南側地域の放送局は、韓国放送公社へと再編されていった。現在では、ラジオやテレビなどの地上放送については、スピルオーバーにより相手側の放送を一般住民が直接視聴できないよう、双方で妨害電波をかけている。テレビについては、南北で放送方式に差異があるため一般に市販されている、受像機だけでは視聴できない。このため、 軍事境界線を挟んで2005年までは大型で大出力の拡声機を相手側のエリアが見渡せる場所に設置し宣伝用の拡声機放送が南北相互に行われていた政治的内容が大半であったが近年ではほとんどが音楽であったこれらは虎展望台などの観光用施設でも聞くことができたこの放送は 南北の合意により一旦中止されたものの、南北関係の悪化により2016年1月、11年ぶりに拡声機放送が再開された。その後2018年4月に南北首脳会談開催に伴い再び中止され、翌5月までに双方の拡声機も撤去された。放送用の中継回線については、現在では特別な行事がある場合に限り衛星。 中継用機材を持ち込むなどの方法で南北で中継放送が可能になった。韓国は NTSC 北朝鮮はパルを採用。なお韓国ではデジタル放送に完全移行されている。ABC 軍事研究2007年3月号。 韓国の戦時速応体制 http://m.ecotiger.co.kr/.news/.articleview.html イデュグジュのイコール27,992朝鮮半島非武装地帯周辺ルポ南北間に壁地雷207万個 毎日新聞長官2019年9月11日2019年9月12日閲覧非武装地帯への軍進出警告北朝鮮前線を要塞化日本経済新聞電子版2020年6月16日閲覧軽減線の路盤跡、金剛混合産電気鉄道の路盤跡韓国電力公社会社紹介遠隔より主規 激変の北朝鮮で東京都林構造。ありがとうございます。